r m c チャンネルご覧の皆様こんにちはリスクマネジメントジャーナル本日9月28日開始いたします司会進行は東京会副理事長で広報コンサルタントの石川恵子ですそして本日は東京会法人会員ラムインターナショナル株式会社専務執行役員の松島治さんです松島さん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 今日初登場ということで、はい、このジャーナルも,もうもえ5年ぐらいやってるんですけど本当にもうお待たせしてしまいまして今までね出ていただくことが必ず <laughs> 今日ようやく初出演になります緊張しております <laughs> <laughs> で本日のテーマはキャプティブを使った企業の守り方キャプティブです皆さんご存知でしょうかこちらのご紹介をしていただきたいと思っております では松島さん、ちょっとやや緊張気味ではありますけれども、はい、スタートしてもよろしいですか？はい。はい。ではまず会社のご紹介からしていただく方がよろしいですかね？はい、はい。皆さんこんにちは、えー、ラムインターナショナルの松島と申します。本日はよろしくお願いいたします。えー、私どもラムインターナショナルという会社は。 企業のリスクマネジメントのコンサルティングというものをサービスとして特にキャプティブの設立運営というところのコンサルティングに特化してサービス提供している会社でございますはい。キャプティブ要するに再保険というふうに考えてよろしいんですはい。そうですね、はいえー、自社で、えー、再保険会社を 海外に持って再保険の機能を海外に持ってそこの再保険会社をコントロールしていくという仕組みがキャプティブという仕組みを一言で説明したものになります。はいうん、ちょっとねやや難しそうなんですけども、うんまあ、リスクマネジメント企業を守るやり方の一つとして非常に有効だということですので今日はしっかりと勉強させていただきたいと思います。<laughs> で松島さんではあのご自自身の自己紹介も はい、お願いできますか、はいえー、私はですね、えー、大学卒業した後お外資系の保険会社に、うん、約25年、えー、お25年もいらっしゃったんですかはいしてまいりました、はいえー、その間にあの企業物件の担当を長くしてきまして、うんえー、グローバル企業といういわゆる、えー 海外に拠点をたくさん持って、うん、海外に本社があったりあるいは日本に本社があって海外に拠点があるというようなところでグローバル全体で均一化したリスクマネジメントをしていくという仕組みの仕組みづくりというものに携わってまいりましたメーカーさんが多いんですかそういうわけじゃなくてそうですねやっぱり一番多いのはメーカーさんあるいはえっ、ー、と。 今流行りのディストリビューター。ディストリビューター。あの、いいコマースのディスコマースかな。とかですね、あの具体的に言うと。世界的に、こう展開しているディストリビューターさんですとか、というものが多いですね。要するに外資だと、あのお客様は日本。外資、日本に、日本法人。外資で日本法、日本に拠点を持つところに。就職なさったということです。はい、そうです。はい。そうすると、取引先は日本の企業。 はい、基本的に日本の企業です。まあ、ね、うんはい、日本の企業は、まあ、海外に、まあ、展開していくにあたっていろ。まあ、いろんなリスクがあるから、まあ、それを。 軽減するためのの保,保険の活用とというこそうですねえっ、ー、と2通りありまして、うんえー、外資系の契約者さんが外資系の企業さんご、はい、本社が海外にあって、うんえー、日本支社が日本国内で展開しているというタイプの企業さんもありますし、はいうん、逆に日本に本社があって海外に拠点をたくさん持って、うんえー、いる企業さんというところも、うんうん 担当しておりました。うん、じゃ両方松島さんは両方されてたということですね。はい、そうですね。はい。それからじゃあ25年も勤めてラムインターナショナルに入ってあ結構大きな決断ですね。うん、そうですね。あのそう保険会社に勤めていながら、えー、日本国内では日本の。お レギュレーションにのっとった保険事業というものをしていたわけなんですけれども、えー、こと保険ですとかリスクマネジメント周りのお話ですと、えー、海外での欧米を中心とした海外での仕組みと日本での仕組み規制というものにあのいつもこうギャップを感じておりまして規制が違うってことですかル、ね、ルールが違ううからははいいそうですね でそういったギャップを埋めるためにそのグローバル展開している企業さんで均一化したカバーの提供というところで、まあ、苦労してきたといいますかそこにやりがいを感じてきたというところが私の経験になります。今日お話しするそのキャプティブについてもまさにキャプティブという仕組みそのものは海外ではもう非常にポピュラーな仕組みではあるんですけれども。 認知度が低いというところありますので、うそういったものもご紹介して、えー、提供していくというのを今の仕事にしております。なるほね。はい、あ、ちなみになんで日本ではあまり知られてないんですか。非常に有、まあこれからご説明していただくにあたって非常に有効だと思うんですけど、はい、知られてない理由言っていうのはどうしてなんですか。やはりあのおそうですね。保険会社さんが保、うんえー 保険会社さんが企業さんのリスクを引き受けて、うん、で企業さんにとってみれば自,分自社のリスクは保険会社に全てお任せ、うん、といったあそれ以降の話っていうでしょうかうん、うん、引き受けた以降その自社のリスクがどう流れていくかとか、うんえー、というところがそのブラックボックスになっているっていうでしょうかね<ー>、はい。というところが原因。 ななのかなと思います、うんまあ、じゃあ今日は知っていただいて、うん、もうよりよく使っていただくせっかくあるんだから、はい、使ってもらおうううとということでですすよねねそ自社のリスクをしっかり自社でコントロールする、うん、自社で把握していくというところが、うん、自分の企業のリスクマネジメントにこう寄与していくというところは間違いないことですから、うんうん、そこの自社のリスクをきっちり把握するための一つの手法として、うん、キャプティブというものを使っていただきます。 というふうふに思っております、はい、では早速中身について、はいはい、今日は資料を用意していただいてますのでこの資料を見ながら皆さんに解説していただくということになってます。はい、では、えー、と資料の方の「キャプティブとは?」というところからご説明をさせていただきます。 キャプティブというのは冒頭もお話ししましたけれども各企業あるいはその同業の団体単位でですね主に自分自身自社のリスクというものの引き受けを目的として設立する海外の保険子会社ですねここでいうと再保険会社を自前で持つという仕組みになります自分の会社が設立するってことですね。要するにに保険会社に 再保険って保保険険会社再,再保険ってそういうイメージだったんですけど自分で設立するっていうのがそうですね自分が出資してというかそうですねはいはいはい、そういうことですね、はい、日本国内で、はいえー、保険会社に、えー、保険契約をして、うん、リスクを自社のリスクを提供します、うん、の自社のリスクを移しますとで、えー、その保険会社が再保険会社にそのリスクを,、うんを 移すと移す先に、うん、先として、うん、自社で用意した再保険会社に、うん、自前のリスクを全部引き受けるとう仕組み面白いですね。はい、ああ、そうクリアですね。わかりますね。よくね。そういう流れとしての概念になります。ブラックボックス化しないっていうのはすごくよくわかりますね。<laughs> はい、えー。キャプティブというのは、えー、仕組み としてはまああの古くからあるものでして、うんえー、1950年代に、えー、バミューダで発症したというふうに言われております。うん、で、えー、その現在現時点ではあ業界史のデータによりますと、お全世界で9,343社、うんえー、キャプティブというものがあります。<ー>で。 そのうち日本の企業さんが設立している日本の企業さんが関わっている会社というのはこれは,はっきりとしたデータがないので分からないですけども100強100から120ぐらいかなというふうにえ言われているところですですのでえ日本にある企業の数からするとまだまだほんのごく一部一握りの会社さんしかキャプティブというところはあのキャプティブというものはまだ ご利用いただいていないというのが現状になりますちなみに一番多いのはやっぱりアメリカとかなんですかえと<種>数として一番多いのはバミューダ やっぱり発祥の地というのもありますしバミューダというのはもともと保険あるいは再保険のマーケットとして非常に大きなマーケットでありますのでキャプティブという仕組みそのものも最初に発祥してキャプティブというものを利用しているキャプティブの保険会社を投機している先としてバミューダが一番多いところになります。い バミューダーですとか、えっ、ー、とケイマン諸島ですとか<あ>というところが設立地としては多いんですね。バミューダーとかケイマンとか聞くとなんかついついどうかあの脱税のイメージもあるんですけど、まあそれだけまあ金融商品の取り扱いとしてはとてもやりやすい国っていう島ということなんですか。あの税務面では、はい、もちろんあの。 税金をこう日本国内に置いとくよりも税金をこう安,あの安くしようとかっていう目的その目的っていうのはそのキャプティブを設立する目的とは違うものですのでえそういった目的では決してありませんやっぱりあのえ金融でこう国を成り立たせようとしているのがバミューダですのでえ保険ですとかそのほかの金融会社というのがバミューダやガンジというところには多い。 というところが、ああとキャプティブの設立しとして、うんえー、多い人、うん、理由になってきます。まあだから使いやすいまあ、国が生きていくためにね、あの非常にまあ彼らも考えて、はい、使いやすいようにしてるというところなんですよね。そうですね。はい、アメリカですとあの州ごとに認可、うん、がありまして、アメリカ US 全体で言えばあーバミューダよりも数多くなるのではないかなというふうに思っています。州ごとの。えー ここの州は多いここの州は多いというようなランキングはありますなるほど、まあ、じゃあ歴史が古いということ、はいまあ、だですからだいぶ確立がされてるということですよね。そうですね、うん、仕組みそのものとしてはもう確立化された仕組みですのでこの仕組みを日本の企業さんが自社のリスクをコントロールする、うん、把握していくためにご利用していっていただければなというところが私の思いであります。はい、はい でえー、キャプティブの種類としては、うんえー、ピュアキャプティブと呼んだりレンタキャプティブと呼んだりピピュュアアって純純粋なピュア純粋ななキャプティブ、うんえー、先ほど申し上げた、うん、あ自社の子会社として、はいえー、設立する、はい、うキャプティブ。 それがもともとあるキャプティブでそのキャプティブの派生版として後ほどご説明しますけれどもレンタキャプティブとかいう仕組みができてきましたのでレンタキャプティブに対してもともと純粋な意味のキャプティブですよという意味でピュアキャプティブとレンタキャプティブというふうに呼び分けたり種類ある大きく分ければ2種類ですね。というものになっています。 次にあのキャプティブの仕組みについて、えー、図で、えー、ご紹介をしていきたいと思います、えー。キャプティブの仕組みとしてはですね、えー、今ご覧になっていらっしゃる表の中で言うと、えー、通常の保険契約と、うん、それからキャプティブをかませた、うん、キャプティブプログラムが、うん、関,連し関係してきた場合の、はい、流れと2通りこう別々にこう、えー、ご説明させていただきます。 通常のキャプティブがない保険契約ですと、うんうん、画面のののの左側の緑色の箱の流れになります、うん、上から保険契約者さんがいて自社のリスクを保険料というものを保険会社、うん、代理店さんを通じて保険会社に払ったり使ったり使わなかったりしますけれども、うん、保険会社さんに保険料という形で掛け金を払って、うんはい、事故が起きた場合は保険金というものを保険会社からもらう。はいはい といいう流れになっているののが通常の保険契約ですこれに対してキャプティブというのは右側の箱の方の仕組みをこう当てはめていくということになるんですけれども保険契約者さんが自分で出資者となってキャプティブ再保険会社を海外に持つということになります。 でえー、資本金マネジメントフィーというものを払って、うん、キャプティブ会社をい、まあうん、わば運営をしていって、うんでえー、自社の保険契約日本国内でえあの契約した保険契約が、うんえー、保険会社さんから自,社自前で用意した再保険会社に再保険契約という形で、うん、流れていく再保険料という形で、うん、自社で用意した再保険会社に、うん、流れていく。うんはい という仕組みになります、はい、ここで、まあ、当然事故が起きればあ保険金として保険会社に払った後再保険金として出ていくんですけれども、えー、事故がなければリスクをきちんとコントロールして自社のリスクをコントロールして、えー、事故なくいけばですね、えー、再保険が自前で設立した再保険会社の方に、えー、リスクファンドといいますか。 剰余金として毎年貯まっていくと、いう仕組みになります。あ、それはすごい助かりますよね。そうですね。うん、あの、自社で、うんえー、その。 事故はあ起こりっぱなし、うん、起きた時に保険会社任せというのではなくてですね、えー、自社のリスクをきちんとコントロールして、えー、事故があ少ないようにこうこ持っていくことによってうん、うん、自社のお利益にもお寄与していくというものがうん、うん、自前で再保険会社を持つ意義になってまいります<ー>要するに自社であの、まあ、積み立てする場合もあるじゃないですか、はい、まあ積み立てする場合とキャプティブを使ってあのファンド化する ことのまあ違いっていうのはどこになりますか。えっとじ自前で自前でリスクファンドというものをつくるとなるとえっと自社の日本国内の本社内での利益がすべて出て税金を払った後のものというものがファンドとして残ることになります。一方で保険ですので保険料として経費でリスク コストを支払って、うんえー、その支払ったリスクコストが、えー、巡り巡って、うんえー、自社の再保険会社の方に流れていってファンドとして貯まっていくと、うん、いうところがありますので、うん、そこの違いがあー自前で全て剰余、うん、金でリスクコストを準備する場合と。うんと 自前で保険会社を用意してその保険会社の方にファンドを積み立てていく違いになってまいります。便利、うん、で、えー、キャプティブの,その保有する目的ですとか活用例についてご説明させていただきますと、えー、将来の事故に備えるためにグループ内にファンドを蓄積していくこと今ご説明したような内容になりますがもう少し具体的に言っていきますと、えー、その ご自身の事業の中でですね、えー、明らかにリスクはあるんだけれども、えー、そのリスクを引き受ける保険というのは対数の法則で成り立つものですから。 同じような事業体同じようなリスクがこう集まってくると保険会社さんの方で保険商品というのを作ってリスクをこうリスクコスト保険料率というものがはじき出されてで保険として引き受けというのが可能になってくるんですが特にそのほかにやっていない事業をしていらっしゃる事業会社さんですとかってなるとそこの事業のリスクというのが 他にないので、保険会社さんとしては保険化、ああ、資産外リスクというのがどうしてもあります。そういったリスクで事業会社さん、そういった事業を行っている事業会社さんが自前の事業リスクをヘッジするためのものとして保険は作りたいんだけど保険がない。そうすると、じゃあ税引き後の利益で内部留保の中で貯めておくのか、あるいは自前で キャプティブというものを作って、えー、そこに保険会社さんを通して再保険という形で、えー、ファンドを貯めていくかとい,という手法が考えられますですので、えー、将来の事故に備えてグループ内でファンドを蓄積する保険化不可能なあものというそういうリスクのために、えー、利用していくというものがキャプティブの使い方のな一つの目的となっています だからみんながやってない事業をやる人たちはキャプティブ使った方がいいってことですね。そうですね。という手がキいプティ保険化しづらいリスクと。いうのが、ね、キャプティブに適しているもの今回ベンチャーなんかだから使ったらいいんですよね。ベンチャーってみんな他,他がやってないことをやるからはいそうですねでもリスク高かったりするし。はいそうなんです、ね、ので、えー、とただ仕組みとしては。 日本国内で保険を引き受けて保険会社さんから再保険という形で一枚の再保険会社に流すというところがありますからどうしても一義的には保険会社さんの協力というのはこれは不可欠なものになってまいります保険会社さんと一緒になってその数少ないリスクについて一旦保険会社さんに引き受けて保険会社さんを通じて再保険に流すという仕組みの中に保険会社さんの協力というのが必須。 なってくるものでございますうそうするとラムさんだけじゃなくてラムさんプラス保険会社は絶対入らなくちゃいけないおっしゃる通りですね保険会社さんは絶対に必要な仕組みになってま,ます、はいはい、それから、えー、もう一つの方法としては、えー、方法というか目的としましてはリスクを自社で保有することによって自社の、うん、事故の状況と、うん、いうものが きっちりりと見える化してまいりまいすのでその事故の実態というのは把握していて効率的な対策というものが可能になってくるというのがあります。具体的に申しますと例えばその営業生産拠点をたくさん持っていらっしゃるような企業体さんでそこの リスクというものを全部保険化して、うんえー、保険会社さんに流していくというものというのは今でもあると思うんですけれども、うんえー、そこで、えー、自社でそれを全部管理していくとなると、うん、起こった保険の内容というのも全部自分のところに跳ね返ってまいります。そうすると例えば 同じもの同じ流れで生産をしているのも、ある一箇所の工場では事故が多くて別の工場では事故が少なくてそこは何でだろうという違いが見えてきてそこを比較すると一方の事故の少ない方の工場の手法というのを事故の多かった方の工場に取り入れてみたらそちらの工場で事故というのが随分減ってきたよというようなところに反映していくと。 そういいうことができてまいりまりす、ね、そうすると、うん、一時的にその日本国内での保険会社さえお任せする保険料というのも事故,率が,事故が少なくなれば掛け、うんまあ、金というのは圧縮、ね、ということができていきますし。はいはい えー、自前でた、えー、まっていた再保険会社への利益というところも事故が少なくなればその分、えー、利益の溜まり方も増えていくと,いうことになりますそういった形で自社のやっぱりこう事故が起きた時に保険金としてお金で出るという仕組みづくりももちろん大切なんですがそもそも事故そのものを少なくするというところへ直接寄与できるというのも、えー、自社のリスクをきっちりと自前のものとして見える化するためにキャプティブを利用するというのも 一つ要するにそれは再保険と保険会社、まあ、再保険をの仕組みを入れることによって自分たちの事故が把握しやすくなるっていうことになるのかなうう、ね、保険会社任せにならないっていうか保険会社に行った後にその中身をが分かるようになるということなのかな。保険会社さんに行った後、はい、事故が起きれば保険会社さんから保険金をもらうの。 のと同時に、うん、自前の再保険会社から再保険金という形で保険が出ていくるからそうすると分る自,自分のところから何<ー><ー>でこれだけの金額が出ていくことになるんだろうという事故の詳細がやっぱりつかみやすくなるというところはあります。非常に有効でですね、うんはい、これははもちろんキャプティブだけではなくて、はいえー 元々の今ある保険について保険会社さんとのコミュニケーションをより密にしていくということで、うんえー、その事故の詳細を把握していくということはつ、うん、できることではあるんですけれども。も、うんうん、結構、ま、任せっっぱな人だったりしますよねというところがやっぱり自前でリスクをか <laughs>、うん、か管理して、えー、自分の懐からこう事故の時に聞き取っていくとなるとやっぱりそこの事故の詳細というものをよりきっちり見ていこうという意識は、うん、調整されていきますので。 そういった意味ではい意義あることかなというふうに考えています、うん、続きましてあのそれではキャプティブに適したリスクというのはどんなものがあるかというところをご説明してまいります、うんえー、キャプティブというのは先ほどお話ししたようにですね、えー、なかなか保険化できないものというものを、うん、について、えー、キャプティブ利仕組みを使って、うん、保険新しい保険プログラムを作って、うん で将来的な事業の中断ですとか損失ですとかという企業の損失というところに備えるという使い方をするのがキャピティブグが一番ハマりやすいパターンになってまいります。うん となると一番適しているのは一般的に販売されていない巨大リスクに備えるためにオーダーメイド的にですね、うん、保険会社さんと協力をしながらまずは自社のリスクを受けるという仕組みをまず日本国内で作る。うん、でそれを キャプティブという箱に流していくという仕組みを作っていくというのが最初のやり方になります,ですので最初のやるべきことになりますつまり保険会社さんとの協力というのがやっぱり不可欠になってまいりますでキャプティブというのに溜まっていったリスクファンドをですね有事の際にその保険金としてお支払いするということももちろん可能ですし えー、利益として剰余、えー、金がずっとたまっていけばですね、うん、今度自社で、えー、自社の株主,株,式株主資本としてたまっていくわけですので、うんえー、自社で例えば同じ企業さんが日本国内で事業拡大をするとか保険では全く想定していなかった別の事象が起きてしまって何、うんえー、だかファンドが必要になってきた時。 のために自社のキャプティブの方で貯まっている常用金を配当という形で持ってくるという使い方ができたりしますそういったものというのがキャプティブに適したキャプティブの一番有効的な使い方というふうに言えるかと思いますそうすると保険会社さんからあなたの会社は非常にキャプティブに向いてますよということでご提案ってしてもらえるもんなんですかなかなかですね えー、現状そのものですと、えー、そういった保険会社さんから能動的にそういったご提案というのはあ出てきづらいということは言えるかと思います。うと、うんはいいますのは、はいえー、保険会社さんとして、えー、当然あの。 損害率と言いますけれども、はい、いただお預かりした保険料掛け金に対して出ていく保険金というものが、うん、あ少ないタイプの企業さん、うん、保険会社さんから見ると非常に有料顧客になるわけですよねそういった保険会社さんとしての,その利益の源泉となる、はい、あの企業さんに対してですね、はいはい、そこに、えー、自社で保険会社から見たらその利益をこう移してしまう。はい という仕組みはやっぱり保険会社さんとしての積極的には言いたくないというのは当然ありますね自社の利益をこう削って再保険会社の方に流してしまうというところはありますそうですかいやでもほら一般の人がこのキャプティブの仕組みそのものなかなか使いこなすのが今難しいなと思っていてお、はい、話聞いてるとあの。 だから自分事業主自体がうちキャプテンやりたいからってその保険会社言わないとできないっていうことですよね。そうですねはい 保険会社さんの方でもまだまだキャプティブという仕組みそのものが浸透していないので保険会社さんの方からなかなか能動的にキャプティブの仕組みをお客様の方にご紹介する機会というのが少ないというのが現状としてあります一方でお客様の方がが先にキャプティブの仕組みを知ってしまうとですねなぜ今までその保険会社さんそういうキャプティブを提案してくれなかったんだというところで保険会社さん に対する印象というのがこう決してよろしくない状態になってしまう可能性というのはあります、うん、で、えー、そうそういうのをいち早く知ったあ別の保険会社さんがですね、うんえー、企業さんの契約をそのキャプティブの、うん、プログラムとセットで、えー、契約を、うん、言ってみれば取りに来るというような、うん、あこともあり得ます,す、ね、そういった意味でも、うん、保険会社さんが自社の契約者さんを守るためにですねうん、うん えー、キャプティブというものを知って、うんえー、キャプティブのご提案というのを今後より進めていっていただければなというふうに保険会社さんの方が能動的にキャプティブの仕組みをお客様の方にご提案しづらい環境の一つとして、はいはい、お客様の方で自社のリスクを見てもらいたい。 こんな保険がないだろうかというご提案があったとしても保険会社の方で自前で取り揃えている保険のラインナップの中でそういったリスクを引き受ける保険はありませんという話をしてしまうとそこでお話が終わってしまうということがあるんですねそこでキャプティブというもので自前でそのリスクは受けるから保険会社さんまずはそのこのリスクを一旦は引き受けてちょうだいよというお話まで一歩話が進むと キャプティブのスキームというのが進んでいくんですけれども。きますよね。そうですよね。はい、あのそういったリスクを受ける保険は用意がありませんと言ってそこで話が終わってしまうということが往々にしてある話になります。ね、で保険会社としてもキャプティブの仕組みをよく知ってまあ自社で受けられない時にキャプティブの仕組みを使えばできますよという,ふうに提案できれば本当にみんなをウィンウィンになれるということですね。おっしゃる通りです。はい。<ー>ということになります。

まずピュアキャプティブというものについてはこちらの表にありますとおりキャプティブのオーナー企業さんいわゆる保険契約者さんが保険会社に保険契約をしますこの点線から下が日本国内でのやり取りになりますで保険会社さんに保険契約がいった後自前で出資をした海外に出資したキャプティブ再保険会社 前の再保険会社に保険会社が再保険契約という形で保険料掛け金とそれから事故を起きた時のリスクと一緒に移転するという形がこちらのピュア・キャプティブの仕組みになります。 でそうしますと海外でキャプティブという子会社を一つ設立することになりますので、はい、当然ながら現地での登記ですとか、はい、会計の監査ですとか、はい、法的な法律事務所との契約ですとか、はい、といったものをすべて,てキャプティブがやることになります、はい、日々のデイリー業務についてはその現地のマネジメント会社というところとマネジメント契約を結んでいただくことになるんですが、はい、契約の責任主体というのはあくまでも、はい 自社社で設立した子会法人になってまいりますこれに対してですねレンタキャプティブというものは次のページになるんですけれどもそのキャプティブという箱をもともともう持っているキャプティブ運営会社というものがあってそこの運営会社がセルという単位でですね一つ一つのまあ言ってみれば区画をレンタルするという形になります。 でですのでレンタキャプティブとか一つ一つのセルを持っているという意味でセルキャプティブという言い方をしたりしますけれどもこういった方式というのもあります。でこのセルキャプティブということにセルキャプティブになりますと一つ一つのセルがあたかも独立したピアキャプティブの会社と同じようにその中で収支がすべて管理をされてキャプティブ運営会社がセル単位での収支というのをきっちり管理していくという方法をとっている。 のがセルキャプティブレンタキャプになります、うん、ちょうど不動産で例えるとですねうん、うん、自社ビルを建てるのか あるいはもうすでに立っているところに、えー、賃貸で入って事業をするのか <laughs>、はい、その違いになるのかですね自社ビルを建てるとなるとああ例え話で言いますけれどもどこの土地があるだろうさら<ー>を探しに行ってさらを探していい場所を見つけて、えー、建築会社さんと <laughs> コミュニケーションを取って契約をしてビルを建てて立ち上がったらそこに事業を開始しますで、えー、日々のおいろんなその 建物オーナーとしてのいろんな業務というのを自前で全てやることになります。うんまあ、コスということですね。一方で、えー、賃貸物件ですと賃貸契約を結ぶだけでですね、はいえー、あとは大家さんに全て、えー、お任せするということができます。でえー、こののセ,セル単位でのお 収支をすすべて管理するというふうに申し上げましたけれども、えー、そのレンタキャプティブというものは、えー、各セルごとにファイアウォールと呼ばれるとおり、うん、他のセルでですね例えば、はい、あの収益が順調にこれまで積み上がってきたけどある年大きな事故が起きてしまいました。うん、そこで、えー 赤字になってししままいましたというようなことが起きたと仮にしても他のセル自分のセルですとか別のセルから何か補填するとか自,社自前のセルの中の収支に影響するということはありません各セル単位ですべて収支をきっちりと管理するというのがセルキャプティブの仕組みになっていますこののセルキャプティブというのは 冒頭お話ししたキャプティブそのものが1950年代に発祥したということがありますけれどもセルキャプティブというものが初めてできたのは1997年の話になりますそうですねここ20数年の話になります1997年にガンジでの金融庁があ。 プロテクテッドセルキャプティブというんですけれども、うん、セルキャプティブのこのキャプティブ運営会社というものを認可したというのが最初の世界で最初のセルキャプティブの認可というふうに言われています。まあそれの方がやっぱり使いやすいってことですね。あのそうですね。リスクも少ないと、マ、ま、ッ、あ、コストもねかからないし。おっしゃる通りです。はい、<laughs> コストも少ないですし、えー、設立をするまでのリードタイム。 じゃ設立はするんですね、自社の会社法人は設立はするんですね、セルの中でも。設立をするといいますか、正確に言うと、ですねキャプティブ運営会社の中で、セルを一つ利用するための契約を結んでいくということですね。ラムさんがちゃんと見てるラムさんが売ってるんですか、ラムさんから買うみたいな、レンタルするのはラムさんから。 いえ、えっ、ー、と、キャプティブ運営会社というのが、<だ>ああ、海外にあるわけですね。バミュータとか、あうん、当社がお付き合いになるところで言うと、その、えーうん、ラブアンですとか、うんうん、うこの世界のキャプティブがこう、 発展している地域にはレンタキャプティブを運営するキャプティブ運営会社があるんですそこのキャプティブ運営会社に当社がお客様との間に立ってこうのやり取りをして契約までのお手伝いをすると契約をした後そこの日々の収支のご報告ですとかといったところも当社がお手伝いするという形になります。 でですので、えー、レンタキャプティブというのが、うん、あ設立を企業さんがあ決断をされてから、うんはい、あキャプティブとして運営開始するまでの、うん、時間が短くて済むというところがありますう違うんですかピュアと,ピュアとあかざっくりと言ってですねピュアキャプティブでいうとお、まあ、半年から1年ぐらいはかかるところ1つの法人を海外に投機をしてさまざまな。あ あの法律事務所会計事務所との契約を一つ一つ結んでいってっていうことを考えると非常に時間がかかりますそれに対して、えー、レンタキャプティブをキャプティブ運営会社との間で、えー、契約をお結んでいくそ,そのためのお準備書類を整えるっていうだけですとお3か月とか4か月とかうん、うん、そういった、まあ、あ単位で設立は可能になります。 でえー、世界的にもおーそのリードタイムが短くて済むコストが少なくて済むというところからキャプティブの仕組みの中でも、うん、レンタキャプティブというのがあ非常に注目されているところです、うん、一番最初にお話ししましたあの直近で9300なりがしのキャプティブがあるというふうに申し上げましたけれども、はいえー、その中でピュアキャプティブというのがあ直近のデータでいうと6300、うん、でレンタキャプティブが3000 今日といいううふうに言われていますで、えー、このデータというのは2020年の年末ちょっと1年ちょっと前のデータなんですけれども、えー、2020年の1年間。 は世界的にもあのコロナのパンデミック等々ありましてですね新設で作るところよりも今まであったものをもうキャプティブを閉じてそのキャプティブの事業をやめようというところがあって、うん、トータルで総裁すると一方でレンタキャプティブというのは47件増えているというところがありますので。うんうん 9300のうち今ピュア・キャプティブが6300レンタキャプティブは3000というふうにあるんですがレンタキャプティブの数の方がどんどん増えていくというのが今の流れになっていますよくわかりました。といったところで今の主流としましてはレンタキャプティブがトレンドになっていますので私のものとしては。 キャプティブの設立、キャプティブの仕組みのご紹介というのを私どもでしているんですけれども、中でも、レンタキャプティブの設立、レンタキャプティブのセットアップというところをお手伝いしているのが、私どもの、私どもランメインターナショナルの特徴というところで申し上げられると思います。 まあ一応ピアもやるんですね。ピア,ピアももちろんやるんですけど、はい、今おすすめはもうレンタで、ね、今のトレンドとしてはレンタがトレンドになっていますという情報でございます。レンタキャキャプティブや,やりましょうということなんですね。うん、はい。はわ、い、かりました。以上でステムの説明は終了ですか。そうですね。はい。あの、はい、中でもおこの キャプティブの仕組みというのは、はい、契約者さんお客様にとって非常に有効な仕組みである一方で途中でお話しありましたけども、うん、保険会社さんとの協力というのがこれは不可欠なものになりますですのでぜひ、えー、保険会社さんの皆さんにもこのキャプティブの仕組みというのをご理解いただいてですね、えー、自社の持っている契約者さん有料契約者さんを守るため自社の契約者さんのリスクに応えるためにですねキャプティブという仕組みをご提案をすると。 というところを私どもラムインターナショナルと一緒に手を組んでやっていければなというふうに思っ今日はまあじゃあ要するにまあ保険会社も事業会社もキャプティブについてもうちょっと仕組みをよく知って、まあ、自分たちのリスクマネジメントの一つの手法としてまあぜひお使いください。 はいということが言えればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、では非常に今日はリスクマネジメントジャーナル長時間でしたけど非常に有意義なっていうか勉強になるお話をオープンセミナーでやってもらった方が良かったなって <laughs> <い> <laughs> ぐらい思いましたけれども今日は長い説明ありがとうございました。い説明で失礼いたしました。<laughs> ぜひよろしくお願いします、はいはい。今日はラムインターナショナル株式会社の松島さんにお話を伺いました。皆さんまたチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。